全国の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店作業の藤井です。よろしくお願いします。今日ご紹介するお車なんですが、新車ハイエース版スーパー GL ダークプライム2の肉のガソリン車をご紹介していきます。まず、メーカーオプションのこちらですね、トヨタセーフティーセンスがこちらついてます。で、下の方を見ていただきますと、パナロミックモニターのカメラが1点ついてます。で、こちらのお車なんですけども、マイナーチェンジ後ということでありまして、インテリジェントクレノスのセンサーが4点が標準装備になっております。で、さらに下の方を見ていただきますと、こちらもフォグランプが LED 化になっております。はい、続いてカスタム内容なんですが、下の方見ていただきますと、こちらフレックスオリジナルのデルフィーノラインフロントリップスポイラー装着しています。はい、続いてこちらのお車なんですけども、車高の方が 1.5 インチローダウンされていて、通常の車高より約4センチ弱ほど低くなっております。タイヤとホイールなんですが、まずタイヤがグッドイヤーナスカータイヤ17インチと、ホイールの方がフレックスオリジナルカラーディープス17インチ、こちらセットで装着しています。またこちらのアイテムといたし、さらに車高を低く見せるためのアイテムといたしまして、こちらフレックスオリジナルのデルフィーノラインのオーバーフェンダーも装着しています。はい、続いて後ろをご紹介していきます。まずこちらメーカーオプションのデジタルインナーミラーのカメラついてます。はい、下の方を見ていきますと、フロントでもご紹介いたしましたが、インテリジェントクリアランスソーラーのセンサー4点リアにもついてます。はい、こちらのお車バックカメラも装着済みです。続いてラッキッチスペースですね、ご案内いたします。こちらのお車なんですけども、今回フレックスオリジナルのベッドキットタイプ2フラットタイプですね、装着させていただいています。マットはもう4分割になっているだけなので、簡単に取り外していただくことが可能です。で、高さ調節の方もこちら手回しボルトで調節していただければ、お好みの高さに合わせていただくことが可能です。で、あと今回こちらフローリング施工もさせていただいております。ではこちらご案内いたします。はい、こちらのお車なんですけども、両側パワースライド付きのお車となっております。内装こんな感じですね。はい、はい、こちらのお車ダークプライム2ということでして、天井だったりピラーが黒で統一されています。今回ですね、全席フレックスオリジナルシートカバー新品で取り付けさせていただいてます。はい、はい、続いてその、中ご紹介していきます。まずこちらデジタルインナーミラーのカメラの映像、こんな感じで映っています。はい、倒していただけますと、通常のミラーとしてもお使いいただくことは可能です。はい、ナビの方なんですけども、こちら7インチナビで、カロチェリアの7インチですね、ナビ装着しています。はい、続いてパナノミックビューモニターについてご紹介していきます。こちらビューボタンを押していただきますと、冒頭でもお伝えいたしましたが、フロントのカメラの映像はこんな感じに映っています。左側の画面の方が上から見た映像になっています。で、もう一回ビューボタンを押していただきますと、ミラーの下にもカメラがついていて、ちょうど僕の手がこんな感じで確認していただけるかと思います。はい、でもう一回押していただきますと元の画面に戻ります。で、続いてバックギアを入れていただきますと、同じく、後方の映像と上から見た映像なんですけども、こちらのボタンを今度押していただきますと、後方の映像のみに切り替えていただくことが可能です。はい、で、あとこちらダークプライム2ですので、このナビ周りだったりステアリング、シフトノブ、こちらマホガニ調のものが装飾されています。
はい、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介いたしました、フローリング施工を出しました、お車が入ってきました、今日から南大阪店の方で展示いたしますので、気になった方はぜひフレックス南大阪店までお問い合わせください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。